どうも、直人です。はい。今回はですね、今進めてるマスターグレードゼータガンダムバージョン 2.0 の、ハイパーメガランチャーですね。はい。そちらの方、完成して、サフの方を吹いたんで、動画に撮っております。はい。最終こんな感じになりました。はい。ちょっと長くてね、映すの大変なんですけど、こんな感じです。はい。まあ、手加えてるところね、もう説明してるとこも多いんですが、まあ、ざっと言っていきましょうか。はい、じゃあ先の方から。こちらはまだでも言ってなかったかな。もう簡単な、簡単な、こう、加工といいますか、ディテールアップですけども、この先ですね。先をこうね、削って、こんな感じで、はい、間を開けました。こうですね。はい。で、それ以外はしてないんですけど、ここの部分に関しては。で、こんな感じですね。プラ板で段差を作って、こんな感じでディテールアップしております。はい、ここら辺もそうですね。で、こういった、プラ板で、こういった段差といいますか、こんな、チップ的なのをつけてます。はい、で、ここ、まあ、筋彫りですね。はい、こんな感じで四角く入れております。はい、でこの下のところはプラ棒でこんな感じで、はい、こういったデザインにしております。はい、でここはディテールアップパーツを使って、ます。はい、掘ってね、その上に貼っております。はい、でこちらも前も説明しましたが、100均のブロックでこんな感じのパーツを作って、こんな感じで、まあ、動力パイプ的なのを、コードで、電飾のコードで作っております。はい。根元もこんなパーツをつけてます。はい。で、まあ、それ系統で先行きましょうか。この下ね。はい。下もこういったいろいろなね、余ってるパーツを使って、はい。こんな感じで作っております。で、このパイプですね。ちょっと太めの電飾のコードです。で、こちらブロックで作っております。はい。こんな感じです。で、あと、まあ、ここもプラ板ですね。これは 0.5 のプラ板を貼ってるんですが、プラ板を貼って、こんな感じで、3本のね、この線といいますか、はい、を彫っております。で、前回の動画では映してませんが、まだしてなかったんですけど、ここですね。ここも、これは、0.3 だったかな。0.3 のプラ板と、プラ棒でこんなパーツを作って貼ってあって、で、このディテールアップパーツを使ってこんな感じで作っております。はい。で、ここの部分ですね。この部分。この部分も先に、ディテールアップパーツでこんな感じで、ちょっと気持ち変えております。それ以外はまあ、ここですね。ここチップ的なの入れてるのみですね。まあ、ここに関しては。はい。で、こっち。このカバー的なやつですね。ここもこんなちょっとバーニアといいますか、ダクトノズル的なのをつけてまして、でプラ板ここも 0.3 で、こんな感じで段差をつけております。後ろも同じですね。はい、ここの部分も同じようにプラ板でこう段差をしております。はい、ちょっとサフ拭いてからね、整えてるんでこう削れてるところもありますけど、はい。で、ここは、これは 0.5 ですね。0.5 のプラ板でこんな感じで作っております。はい。で、ここも同じようにプラ板を貼って、あ、こっちごめんなさい、0.3 か。こっちが 0.5 ですね。0.5 でちょっと厚めのプラ板で作って、プラ棒でこういったパーツですね。はい。こんな感じのパーツを作っております。で、ここ。はい。まあ、ピンバイスで、彫って、こういったパーツをつけております。はい。で、後ろですね。後ろも、こう、ノズル的なのをね、はい。3つつけております。これはディテールアップパーツを使ってます。中掘ってね、掘ってその上に、こう、つけてるっていう感じですね。まだ全部仮止めですけど。はい。まあ、ざっくりの説明ですけどね、こんな感じです。はい、こうですね。はい、こんな感じで仕上がりました。はい。またね、ゼータに持たせての撮影もしようと思ってるんですが、まあ、この後はいよいよ塗装ですね。
やっと塗装に入れるって感じですけど、はい、すごいね、長くお待たせしてますが、やっと塗装に入っていこうと思いますんで、またその塗装の方もね、進み次第アップしていこうと思います。はい、なるべく急いで作っていこうと思いますんで、皆さんね、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、それじゃあまあざっくりのね、説明でしたけど、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。はい、それじゃあまたね。バイバーイ。